的情報を配信中。知ってほしい情報が盛りだくさん。チームクリスタルからのギフトは誰かのために、 AAO 下町スピリット。見て聞いて参加できるラジオが始まりますよ。ショーケースキャピタルの未来ミーティングのコーナー、イエーイ、始まりました。未来を少しでも良くしようとかですね、何かこう変えていくことで自分の未来がこう楽しくなるとか、そういうことをお話としてですね、やっていければ、もしくは情報としてご提供できればというふうに思っております。未来の楽しい話したいですよね。そうですね、はい、うん、新しいことを始めようかと思っておりまして、はい、私 YouTube で司法大学というチャンネルをやっているんですけれども、はい、そこで、資金調達ですが、うん、会社にどうお金を持ってくるか、うん、会社何かするときに避けやつものが必要ですので、うん、そのため の、いろんな方法というのがあるんですけど、そういうことをこう発信しているんですけれども、そういうのをこう求めているやはりベンチャー企業さん、これから大きくなろうとする企業さんがいらっしゃいますので、うん、まあ、そういう方々にこう勉強会をこれからやろうかと思っておりまして、うん、それで明日が第1回でですね、実際にやることになっておりまして、なんていういいタイミングばっかりなんでしょう。何人ぐらい集まるんですか。今のところまだ数名程度なんですけれども、ベンチャー企業で、よくですね、私そのベンチャー企業さんと関わる機会が多いんですけれども、話してますとちょっとやり方が違うとか、常識と思ってることがちょっと違うというのがあったりしますので、うん、そういうことをちょっとずつ変えるだけでもですね、その成功率が上がるといいますか、うん、うまくいく可能性が上がるかなと思いましたので、まあ、そういうようなお話を、まあ、させていただこうかなと思って、明日からそんなことをやろうと思っております、うん、明日から、はい、ホットニュース、はい、ね、それでテレビ の有名な林修先生がいらっしゃると思うんですけれども、あの方がこの負ける人の共通点みたいなことを、3つぐらい挙げてるんですけど、そのうちの一つがですね、思い込みというのがありまして、その思い込みがその私とかですね、その資金調達なり、こう金融機関さんにお金を借りに行くとかですね、そういう時に思い込んじゃってる人がいらっしゃってですね、会社側の人でですね、そうするとうまくいかなかったりするんですね。なんで断られたんだろうとかですね、なんでうまくいかなかったんだろうみたいなことがあるんですけれども、それを本人は気づかないっていうことがあります。思い込んでしまっていると、それが当たり前だと思ってしまっているので、それを変えようとしないということにつながってたりですね、そこを改善ポイントだと思わないということがあったりしますので、そこは普通はこう考えた方がいいんだよとかですね、そういうようなところからまずは皆さんにお話ししようかなというふうに思っております。みんないろいろこうでなくちゃいけないって思っていくんだ、はい、そうですし、なんか事前にうまくいった人からこう話を聞きまして、それを真似ようとか考えたりとかですね、例えば金融機関さんからお金を借りようという時には、自分の会社 この財務諸表といいまして、数字が分かるような資料とですね、資金繰り表でお金がこうなっていくんで貸してください、返せますよみたいな、そんなことをするんですけれども、そういうような資料を用意するっていうのにこう集中して、それがあれば借りられるんだみたいな感じで思い込んじゃう方がいらっしゃるんですね。なるほど、そうか、資料さえあれば大丈夫って思ってる方いらっしゃるんですけども、その逆側 の私は金融機関さん側の知り合いも結構いらっしゃいまして、で以前ウェビナーも一緒にやったことがある方がいらっしゃって、その方に聞きましたところ、まずそういうふうな資料とかを持って皆さんこう最初来ると、その時にまず資料を見てもらえるかどうかっていう、その前にワンステップ実はあるんですね。で一番最初にその職員の方、金融機関の方がどこを見るかっていうとですね、服装や靴なんです。ですから、分かる気がする。そこでジャッジね。そうなんです、分かる。それで私でもそうするわ。いやですけど、それを気にせず、T シャツ短パンの B さんとかで行ったら、当然なかなか極端だけどね。ですけど何かしらこの、見たところでですね、分かる内容、情報というのをちゃんと金融機関さんはまず判断してですね、その後に会社の資料を見てるということになりますので、もうスタートラインに立つことがまず大事ですよということも、私からしたら当たり前なので、なるべく私は当然スーツでそういう金融機関さんのところには行くんですけれども、
それもですね、わからないことにはもう全然伝わっていないというのがありますので、まずはそこからみたいな、そんなレベル感からですね、行こうかなと思ってる。やっぱり姿勢が、心構えなり姿勢で服装なり、態度に現れますよね。おっしゃる通りです。ですから、この本当に体の姿勢ですら、あの大事だったりするということですね。すごく見ます、私も。肩書きとか内容がよく分かんないので雰囲気を見ます、はい、そうなんですね、うん、私が言えないですけど、あの結構スタートアップの方は、うん、パーカーとか好きなイメージありますね。その業界ではその服装が正しいのかもしれないんですけれども、うん、金融の業界ではスーツがまだ当たり前なんですね、うん、いやそうよね、はい、そうよね。どんな業界だってやっぱりその どこに行くかで TPO というかね、そんなにすごくピシッとしなくてもいいけど、うん、はい、最低限のっていう、はい、うん、その、はい、基準っていうのはありますので、ね、あると思う、うん、私だってそういうとこ行くときはちゃんと着ていくよ、はい、持ってるよ私大丈夫かなってちょっと心配になりました。それではダメだねそれではダメ、はい、まあ、そんな、あのまずは思い込みをなくすというようなことをですね、はい、まあ、学んでいただこうかなと思うんですけど、まあ、そういう、もう本当細かいことなんですけれども、もう知っておいた方がいいよという、うん、そんなお話をしようかなと思うんですけれども、まあ、このショーケースキャピタルのこの、うん、未来ミーティングのコーナーをですね、なるべくショーケースグループの関連するお話をしようかなと思ってて、うん、まあ、前回もスマホのお話とか、はい、そういうのを知ってたんですけども、ね、今回もスマホをこうちょっとうまく使ってですね、ちょっと未来を楽しくしようみたいな、うん、そんな機能をご紹介しようかなと思ってですね、うん、いいですね、はい、ありがとうございます、はい、今日ご紹介したいのは、私人と会ってる時以外シャワー中でも音楽聞くぐらいあの音楽を聞くんですけど、うん、そうですね、そんな私がもう頻繁に使っている機能をご紹介したいなって思います。1点私から質問があるんですけど、うん、カフェとかレストラン、こう街中で流れている曲、これなんだろうってこう曲名気になったりすることってありますか、うん、ある人に聞くやっぱ この業界のプロですよ、ね、なんかすごいいいあれがもう自分の頭に全部入ってますぐらいの回答が来るのかなと思ってたんですけど人に聞くこれ何ってそれで帰ってこなかった時ってありますか、うん、答えが大体帰ってくるか、ね、一緒に何だろうねって終わる場合もあるそういう時にあのこう答えが返ってこなかった時、分からない時に使えるんですけど、うんうん、それが分かるアプリがあるの、はい、シャザムっていうんですけど、 iPhone にもともと入っている機能で、はい、で、まあ、設定の仕方なんですけど、設定からコントロールセンター、知ってる知ってる、はい、まあまあ、まあ、あの、あ、なんだか、はい、もうちょっとボタンいくつかでもう全然できちゃうんです。それでショートカットとかでいけちゃうぐらい設定できるんです、はい、うん、で音楽、そしたらそれで何、はい、音楽を聴かせればいいの。そうです、そうなんです、本当に音楽が流れてる、嘘、適当に言ったよ、いやいや、そうなんです、本当に間にボタンを押して聴かせるだけでその曲名が出てくるんですよ。天才的な、はい、それでそれ、まあ、はい、あるのは知ってたんです、そういう機能が、はい、なんですけど、はい、この間私は使ったことなかったので、はい、そのズーム越しにそれ使ってみたら、はい、本当にできてですね、確かにこれ簡単ですし、うん、いいなと思ったんですよ。結構詳しく出てくるの、あ、もうピタリ出てきます、はい、本当。でそこをシャザムを使っているとその自分の好きな曲とかも分析してこうレコメンドしてくれたりとかもするんですよ、うん、結構便利で使ってます。私はもうその時モーツァルトをかけましたので、はい、多分クラシックばっかりおすすめされると思います、うん、いやでもモーツァルトとかもすぐもうピタリ出てきます、うん、モーツァルトもいっぱい曲あるじゃないですか、うん、それもちゃんとピタリ出てきます、うん、じゃあジャンルももうたくさんそこに入ってるんだ。そうだと思います。へー、入ってるっていうのがすごいね。アプリこう入れるんじゃなくて、はい、そうなんですよ、入ってるのね、はい、ただコントロールセンターから追加しないといけないんですけど、コントロールセンターに、でも使いこなしてないよね、本当に。そうですね、本当に便利な機能たくさんありますから、ね、でも便利ね、それね、めっちゃとっても便利ですね。でも一つ、はい、失敗されたことがあるって聞いたんですよ事前に。そうですね、注意点だなと思うんですけど、隠して終わろうとしたなそういうの面白いから言ってから後で曲を調べようと思ってなんとなくこう曲を覚えてたんですよ、うんうん、で後からシャザムタップして自分の鼻歌でこう検索しようとしたら全く検索がかからないというそれは何度も理由はいろいろあるだろうけどなんか鼻歌で検索がかからないのか、私の鼻歌が下手くそだったのか、ねえ本当は分かるのかな、鼻歌でもちゃんとしてれば。おそらく検索かからないかなって思います。それは一応不可ってことで、
いやもう、アカペラでもオリジナルに勝てると思った思い込みです。あなるほど思い込み。なるほど。すいません、前振りがなるって。着地した伏線を回収して、はい、でもいい ね、あの、そ、はい、そうか、それがあれば謎のままじゃなくて、はい、解決して終われるってことだ、はい、意外と雑音があってもいいって聞いたんですよ、ちょっと私カフェではまだ使ってないんですけども、はい、カフェってすごい雑音あるじゃないですか、それでもいけるっていうお話でしたので、はい、検索できます。ちょっと苦手言わないで、はい、そういうね、知らないアプリも教えてもらえるんなら、はい、ちょっと使ってみようかな。ぜひ使ってみてください。この業界ならではでやっぱりあったりするんですかね、音楽すごい扱 う、あの業界じゃないですか。なんか マニアックな、彼なんか、うちの PS 君なんかはかなりマニアックな方に行ってるので、ほとんど人は知らない、通な人たちしか知らない。頭に入っちゃってる感じですか。知ってる者同士でなんかってやってるけど、うん、スタンダードのまま好きだけど、うんうん、ね、どこまでマニアックなのを拾ってくれるんだろうね、うん、ちょっとチャレンジしてみたい。確かに気になりますね、うん、はい、ね、今日もちょっと一つ、はい、俺子さんになってちょっとチャレンジしてみようかな、はい、ぜひ、うん、そうですね、この後に流れる曲でこう検索をぜひお試しいただきたいですね、はい、ぜひぜひ、ね、じゃあちょっとやってみましょうかね、はい。ショーケースキャピタルの未来ミーティング、うん、また次回もお楽しみに、はい、ちょっと楽しみですね、はい、うん、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。セールスデザイナールーム、デザイン未経験独学の方をビジネスが求める本物のプロに育成するセールスデザイン講座のコーナーです。皆さんこんにちは、セールスデザイン講座ラジオ担当の吉田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。今日はゲストを、はい、初ゲストですね、はい、ご紹介お願いします。はい、うちのセールスデザイン講座の、メイン講師をされている、日野本彩乃先生です。よろしくお願いいたします。どうも皆さん、はじめまして、こんにちは、日野本です。セールスデザイン講座で先ほどご紹介いただいたように講師させていただいております。今日はね、朝7時半ぐらいから大阪の家を出発してここまでやってきました。ようこそいらっしゃいました、はい、どうですか、ドキドキですか、大丈夫ですか。なんかね、もうあのね、吉田先生とか、うん、あと上野さんとかからもうものすごい緊張するからもうほんまに覚悟しやとかいいことを一切聞かされてないので。そういえば上野先生もね、初めの頃は新幹線乗ったら乗った状態ずっと汗だくだったって言ってましたよね、うんうん、大丈夫でした。私はね、あの新大阪駅行くまでのタクシーでかなり車用意していたので、もう新幹線は死んだように寝てました、うん、よかったよかった、はい、回復しましたね、はい、そしてね、あの、ちょうど東京の方、関東の方の、うん、まあ、卒業生でもあり今講師をやっている方々とかと、まあ、ご飯食べてきたりして、うん、だいぶもう落ち着いてます、うん、よかったです。そんな日野本先生なんですけど、うん、まあ、本当に僕が今もう5年目とかなんですけど、多分20年ぐらいもう講師をされていて、うん、多分数えたら500人ぐらいも指導されてるっていうのがすごいですね、はい、あ、もう20年はね、デザイン歴で、うん、講師はセールスデザイン講座始まってからなので5年ぐらいですね。あ、まあでもうちの講座始まったほんと500人ぐらい、うんうん、やられてて、すごいですね、メイン講師、うん、トップ講師なんて、うん、じゃ あ、 まあ吉田さんも僕も学んで、はい、うん、あの逐一勉強させてもらったりとかしてて、本当に僕が講師になろうみたいな時にはもう講師されてたので、うんうん、っていう、まあ、日野本さんなんですけど、はい、まあ、今日ちょっとその日野本さんにぜひそのデザイナーとして長続きしていくデザイナーの なんかの秘訣3つぐらいをちょっとこうお話伺いながらやりたいなと思ってまして、はい、っていう感じで、まあ、3つやちょっとやっていこうかなと思うんですけど、うん、まあ、早速、まあ、1つ目でそのデザイナーとしてじゃあ長続きするために一つ目は日野本さん何が、はい、そうですね、はい、一つ目はやっぱりコミュニケーションをしっかり取れるというところを、うん、そこはすごい大事になってきますね、うん、うん、コミュニケーションなんかね、こう、うん、私は、まあ、妊娠をきっかけにフリーランスになったのですが、うん、うん、やっぱりねちょっと
まあ、妊娠中はまあつわりぐらいかな、今日はちょっとつわりでしんどいとか、まあ、一応こ、まあ、まめに連絡をして、だから遅くなるとか、何時頃に仕上がる、何時頃に仕上がりますっていうのを、ちゃんと連絡をするっていうのを、やっぱしっかりしていると、うん、たとえちょっと急な用事が発生とかしても、あの円満にやり取りができますので、そこは大事ですね。なんか結局人間関係みたいなところで、確かにね、同じ待たされるのにも何にもなくてギリギリまで、ね、焦って待ってるのと、あれあれ、ね、こういう予定があってここには着地するけど、ちょっと待っててねっていう話があるのとでは、待ってる側としてはね、気持ちが全然違いますよ ね、 なんか結構やっぱりデザイナーさんあるあるで、あの納期近くまで全く連絡しないみたいな、自分は上がるつもりだからってことですかね。そうなんですよね。でもやっぱりクライアントさんからするとこう不安だったりとか、っていうのってよく聞きますよね。あとは本当にあの言葉遣いだったりとか、そうですね、なんかこうなんだろう、思いやりというかすごいなんか、ビジネスっていうよりも人間関係っていう感じの感じなんですかね。そうですね。あとチャットとかメールの文章でも、あまりにもこう簡素だったり感情が読めなかったりすると、ちょっと相手もあんまり心地よいやり取りはできないと思いますし、表現もね気をつけた方がいいですね。確かに。これでなんか例えば構いませんとか言われたら、まあ、いいのかやってほしいのかどっちやねんというような、ああいう曖昧な表現使わないとか、確かにありますね、使いがちですよね。使いがちです ね、 なんかこう自分はこういう意図で言ったんじゃないのに、チャットになるとこう人によって受け取り方が変わるみたいなのとか、やっぱりありますよね。なるほどですね。ちょっとね、砕けすぎるのもね、はい、ちょっとなんかふざけてると思われたら困りますが、まあ、多少はちょっと、なんだろう、相手の気持ちに寄り添うようにこちらもちょっとやり取りするっていうところは大事になりますね。特にね、子供小さい時って急になんかあるじゃないですか。あの幼稚園から帰ってたら急に転んで、なんかそのまま病院行っておでこ縫うことになるとか、そしたらもう大事件では2時間ぐらいもうロスしてしまうので、ちょっとまあ、それもやっぱり黙って2時間遅れるよりは、今こうちょっと遅れますねって、まあ軽く、だから夜にはちゃんとデザインを出すので、まあ、安心してくださいとまでは書かなくていいけど、出しますぐらいの返事はしといた方がいいですね。で、あとなんか、まあ、その企業とやり取りする場合は、その一人の担当者からのまあ口コミで、まあ、自分の案件もあのデザイナーさんにちょっとお願いしたいなっていうのもやっぱ広がってくるので、もう誰に対してもやっぱりいい人でいるというのはすごい大事です。確かに。なんかデザイナーっていうよりも人間みたいな感じになっちゃったんですけど、ね、基本的なとこだけど、 でもやっぱりなんかね、そっちのデザインのこととかにね集中しちゃうと、やっぱり抜けてっちゃうのかもしれないですよね。そうですね。確かに確かに。一つ目じゃあコミュニケーション能力ですね。はい、じゃあ二つ目何かありますか。ですね。あともう一つ、二つ目ですね。二つ目は、まあ、あのクライアントさんの、まあ、言う通りに一応デザイン仕上げるのもいいんですが、まあ、自分からも提案するっていうのもちょっと他のデザイナーさんと差をつけるっていうところでは、ポイントアップできると思います。なるほど。提案をしてみるみたいな。なんか自分でも軽くでいいので、その業界についてリサーチしてみて、そしてなんか結構自社のことって自分のことほど盲目になるっていうような感じで、すごいいいことしてるのに、なんか気づいてない人とかもいらっしゃるので、そういうのをちょっと、確かに、もうちょっと掘り下げていったらどうかとか、なんかよそはこういうことをやってないんですが、これってすごいことじゃないんですかというふうに、結構ね、そうなんですよって言ってもう生き生きと話してくれたりするので、まあ、そういうところをちょっと引き出すようにする。そしてさらにそれをうまくデザインに落とし込んで見せてあげるとすごい喜ばれます。確かに。ちょっと難しいですけどね。なんかそのクライアントさんのことをホームページとか、やっぱりネットで上がってる情報とかたくさんあるので今、それ調べてあげたりとか、なんか
ここ本当にいいことやってるのにこれ全然出せないんだみたいなとか、やっぱお客さんって結構自分のこと見てないことというか 見えてないんでしょうね。なんかこう当たり前すぎて見えてないことって本当たくさんあるなと思うので、その辺をこう提案してあげるというか、うんうん、そういったのも結構大事ですよね。大事ですね、うん、確かに、うん、じゃあ、まあ、提案力というのが2つ目で大丈夫ですか。うん、大丈夫です、okay、じゃあ最後もう1個何か。最後そうですね、やっぱりデザインですね、うん、デザイン講座デザイン講座ですからね。今まで確かにそうですね、そっかそっか、そうですね、デザインはやっぱり大事ですね。デザイナーがデザイン力を上げるってなかなか課題が多くて、どうやったらみたいな、なんか私のイメージだと、お仕事としてもうそういう風に成り立っちゃってるものだと、そういう情報を入れてバリエーションは作るけど、それ以上なんか自分として進化していくのはなかなか難しいんじゃないかなと思うんだけれども、そこを上げていくっていうことですよね。そうですね、なんかこう具体的にデザイン力を上げる方法みたいなのってあります？稲本さん的にですね、今ね結構模写をする方って多いと思うんですけど、もうなんか見本を見て作るっていうやつですね。あれも悪くはないとは思うんですよ、なんだろう、感覚的にこう、人物の大きさとか物の大きさとか、そういう風な配置のバランスとかが、を養うことはできるし、まあ自分のデザインの資質、ちょっとセンスあるかなとか、そういうのも判断できたりするのであれもいいとは思うんですけど、やっぱりどうせなら実案件に近いもの、架空サイト作ってもいいけど実案件に近いものでやるとより力になるかなと思います。でデザイン的にはまあその綺麗なやつを見て、間の取り方とか素材の使い方とか、まあ、そういうところは踏襲しながらも、ちょっと内容的には実案件に近いものを、先ほどの、自分から提案するとちょっと被るんですけど、ちょっと調べて、これだったらもう絶対誰でも、まあ、このターゲットになる人は誰でも買いたいんじゃないかなというような、そういうデザインを作るっていうのを何回も繰り返していくっていうのがいいかと思います。なんか自分で作っちゃうと自分の好きなように作れちゃうっていうのもあって、制約がないとやっぱり考えるってことしなかったりとかっていうのはありますよね。そうですね、確かに、なるほどですね。じゃあ、まあ、デザイナーとして生き延びる方法3つ目はデザイン力を高める、そのままですね、そのままですよね、はい、分かりました。繰り返しやるって根気は大事ですね。そうですね、大事ですね、確かに続けるっていうのね、大事ですね、確かに、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと今日はそんな感じでデザイナーとしてこう長続きする秘訣3つということで、ありがとうございます、お話いただいて。ありがとうございます。わざわざありがとうございます。すごいしっかりした司会進行で、いえいえ、じゃあ楽しい、はい、はい、ということでセールスデザイナールームいかがでしたでしょうか。今日のお話がデザインを学ぶあなたのお役に立てると嬉しいです。デザイン未経験独学の方をビジネスが求める本物のプロに育成するセールスデザイン講座のコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。